国を3月3日隊は、JFE ホールディングス第二代社長、相談役、元日本放送協会経営委員会委員長、元東京電力ホールディングス取締役会長、富山県旧富山市の村役人を務めた家に生まれ、父は国語教師で、イスルギ高校と新港高校で校長を務め、府中町教育長も務めた、かずとを。 富山県立富山中部高等学校、北海道大学工学部夜勤工学科を卒業後、川崎製鉄に入社。豪腕の経営者として知られ、為替、金利など経済、経営全般に関する発言も見られる。中国の古典を愛読。兄の直報は、SS 製薬名誉会長。東大工学部を卒業し、安道照山の三女と結婚した。 弟の須戸武雄も東京大学工学部卒で、同時に医薬加工社長、SS 製薬取締役を務めた。夜勤技術者で、社外論文を100件近く発表。本社では経営企画官渉の常務、副社長などを歴任する。NKK との経営統合を決めた、江本幹事の後を受け、川崎製鉄の最後の社長に就任。統合後の鉄工事業会社、 JFE スチールの初代社長となる。2005年4月に、まだ初めに JFE スチール社長を託し、下、垣内洋一の後を受けて、グループを統括する JFE ホールディングス社長に就任。2007年4月より、経済同友会副代表幹事。日本経団連では、木村刑事と防災に関する共同委員長を務める。2011年には、 国会の議決により日本放送協会経営委員会委員に指名され、4月12日の日本放送協会経営委員会にて、日本放送協会の最高責任者である委員長に選出された。2012年5月には、東京電力が社外取締役への起用を発表。兼職の意向を示していたものの、NHK 経営委員長の東電役職の兼務は、 報道の公平性に影響を与えるとの批判を受け、24日、NHK 経営委員と経営委員長の辞任を発表した。2014年4月1日、東京電力会長に就任した。会長就任後の初仕事は、東電歴代首脳を輩出した企画部を解体し、経営改革本部事務局と統合。企画担当の村松守常務を6月末で退任させ、 原発専門の日本原子力発電副社長へ送り込む人事を断行した。やがて主球派と目されていた広瀬直樹社長との対立が先鋭化し、広瀬を更迭して小早川智明を公認社長に据えるため、差し違える形で2017年6月退任。2019年5月21日発令の春の序勲で朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。